じゃあここでドライバー、ドライバーの、はい、ドライバーの方が多分めっちゃ簡単ですよ。ドライバーなんて位置関係さえ分かればそんなに難しくはないと思うんですけど、ドライバーでどこで構えるかって言ったらここで構えないですよね。アイアンみたいにこうやって、まあ、構えないですよね。まあ、中には構える人いますけど、まずいないですよね。どっちかっていうと少しこっちに移動しますよね。時計軸でいうと6時から12時から6時に下ろしたこの状態からちょっとこっちに来ますよね、はいはいはい、そこまでわかる。あとここが6時になりますよね。で反対軸の12時がこうですよね。でもこの状態で頭どこにあるかって言ったらボールのこっちですよね。この時点で少しこうですよね。あの皆さんが見て左側ですね。そう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 、そうですね。でここから、はい、バックスイングしました、はい、バックスイングしました、はい、バックスイングしたらどうするかって言ったらここから最悪なのはこれでボールに来る人ですよね。耳が痛い、うん、もうこれ最悪ですよね。すいません。直に地面の球を打つんならこれでいいけど当たるところが違うんです。アイアンの場合は上げて下ろしたところに球がないといけないから当てに行くけど、ドライバーは上げました、下ろしました、球ないですよね。この辺で当たってますんで、空中にあるってことがまず頭の中に分かってないと動けないですから。ああ、なるほどね、うん。じゃあそれは何するかって言ったら、もう簡単な話、構えた状態からこの開く、右に移動する、こっからね、アマチュアの人ってアイアンってこう構えといて、アイアンはね、こうするんですよ。バックスイングでね、肩が入んないから。ドライバーはこうなってるのをこうするんですよ。逆になるんですね。めっちゃありますよ、レッスンしてても。なぜかって言ったら頭を動かしちゃダメだから、ね、僕はアイアンに関しては頭を動かしないでくださいって言います。そこに戻さなきゃいけないから。でもドライバーに関してはもう全然頭動いていいよって言いますもん。逆にね、バックスイング方向に関してはね、うん、だってバックスイング方向なんて頭動いていいですよ、わかりましたってこんな動いていませんから。動いてもこれぐらいしか動かせませんからね。はい、ここから、はい、バックスイングでしっかり、はい、右に動く。問題はここからで、こっからこれが寄った瞬間に終わりますんで、多少は寄るんですよ。だけどこの状態から僕は構えました。僕の理想はトップスイングの位置で頭の位置はボールの反対軸にあるっていうのが理想なんですよ、はいはいはい、ね、アイアンの場合は6時にあるから12時、6時にあるから12時、ってことはずっとこれ固定ですよね。でもドライバーの場合はまっすぐ構える人、少し斜に構える人で頭の位置変わりますから、まっすぐ構える人は動いてください。これで6時の、いやこれが7時だから、7時の反対軸は1時ですよね。動かしたくない人は最初からこうやって構えてください。もうここにありますんで、でここに縦線の丸って作ればこれに対して振ってこれば、ああなるほどなるほど、あるんです。縦線の丸だから、縦線の丸の上に頭、下にボールとヘッドがあるのがアイアン。いい？トップスイングの縦線の丸で頭、クラブヘッドがあったとしたらボールはこっちにあるのがドライバーですから。わかりますかね。そうすると当てに行かないじゃないですか。アイアンの場合はここに縦線の丸だから、この延長線に球ありますけど、ドライバーはこうなって、ここ縦線の丸で、ここに手に対して円運動どこかって言ったらこの辺ですよね。そこに対して振ってくる、体回してくるって当たっていくっていう。高いティーの上にバスケットボールとかバレーボールが乗ってます。ビーチボールぐらいでっかいボールがここにあるんですよ、はい、ティーアップした状態で空中に浮いた状態で、それを構えて、でバスケットボールだとします。バスケットボール重いですよね、すごく。これが突っ込んだ瞬間にゴロしか出ませんから。そうですね、うん、でかいバスケットボールを、でかいバスケットボールを高く打とうと思ったら必ず頭を右に残して上に向かってクラブ振りますから。ああそうですね、はい、当然そうなりますね、ね、はい、その時にここに当たってもここに当たってもどこに当たっても OK じゃないですか。だけど皆さんこの状態からバックスイングしといて、このままこうやって俺届かないと思っちゃうからみんな寄っちゃうんですよ、こうやって。あーあくまでも届かしたいって気持ちが発生しちゃうんですね。絶対届きますんで、うん、この状態から平行にピュッと振る、はい、構える。ここから位置関係できたら、このトップできたら、このまま上に振っていくだけです。でドライバーに関してはもう当てようと思わない方がめちゃめちゃ簡単です。その代わり、なぜ動いても当たるんだっていう、こういうからくりが分かってると
一番いいですから、それをこうやって上げました、こうやって下ろしました、こっからこう返しましたなんてやったら、野球で言うと全てボークですから、これ投げれへんですから一個一個上げてね、はいはいはい、そう、だからあくまでもアイアンの場合は、アイアンの場合どっちかというとこの戦いが少し軸がこうなってると思ってね、そうするとこれに対してこうちょっと下に振る感じになるし、ドライバーの場合は少しこうなってるから、これに対してはい上になる、基本的に頭の位置がこうなった瞬間に上に振れないから、いやなんかすごい本当に簡単、理論こそ簡単に決める、そういうところが分かってくると、だから当たらない人は絶対 T 下げますんで、下げた T に対してしますから球を、ドライバーで怖い人は T を下げといて潰して打ってくるから、これはいいんですよ、ラウンドで OK なの、それはそれで OK です、全然いいと思う、ただ練習で高い T で打つときに、そういう人は何言うかって絶対天ぷらしますって言うんですよ、下に振っちゃいますよね、それはボールよりもクラブヘッドの方がでかくてちっちゃいボールを打とうとするからでしょ、クラブヘッドのよりもボールの方がでかいと思えば、うん、どこでも当たっていいわけだから、うん、それが高いティーに乗ってて、それを分かりましたとこってやればドーン当たってきますんで、そういうことを今彼女には教えてるし、で皆さんここで分かっていただきたいのは、根底にあるのは絶対これで、とにかくアイアンもドライバーもそれは忘れたらいいです、ここの水平素振りに変えればいいですね、なぜかって言ったら水平素振りの場合は皆さん、悩まないです、そういうあれを見た上で今から稲熊さんのスイングを見てもらおうと思いますけど、これ多分出てこられないと思いますけど、実際に、教えられる前は先ほど言った通り右頭がずれたりとか様々あったわけですよね、はい、それがその安楽さんに教えを置いてから、どれくらい？1年ちょっとやな、1年ぐらいでこんないいスイングになりましたっていうところを、こんないいスイングっていうか、もうとりあえず一応ベスト、女子の中のチャンピオンズリーグっていう、チャンピオンズリーグで女子何人でしたっけ、10人ぐらいの全日本の10人の中に入ってるからすごいと、僕絶対入れないと思ってましたんでちょっとはいいこと言ってくださいよ、ちょっとは、いやおたけると木登るから、はい、まあ、ちょっと、打ってみてください、はい、はい、じゃあ稲熊君、よろしくお願いします、だから本当に自信持ってそのスイングが本当に綺麗だったら、僕もこの間の見て本当にびっくりした、そう、彼女は僕と一緒に、YouTube 出てて、はい、僕の YouTube の進行とかいろいろやってくれてますんで、はい、それ見れば彼女のあれがいろんなところが見えると思いますんで、はい、ちょっと一回打ってみてください。これはそのまま打ってます。はい、もう全然記録は全然気にしなくていいから。はい、何でもいいです。ゴルフはすごいシンプルに考えちゃったんですけど、それでいいってことですね。そう、だって彼女、我々もそうシンプル、全然シンプルでいいと思うし、はい、だって手品の種明かしって聞いてみたらそんなことだったのって結構あるじゃないですか。あまりね、大体そうですね。そう。なんだそれみたいな。そのぐらいの感じでもいいんじゃないのかなって思いますし。なるほどね。単純にもう本当に僕皆さんに言うのはもう仲間にも言いますけど、前習いして右左だから、前習いして右左、じゃあ下の構えだったらこんな風には構えないでしょ、はい、下の球を捕まえ、上の球を構えるんだけで、右左向くだけです。あ、なるほど、はい、構えといてその状態から、はい、その状態から、はい、右向いて左、こんだけです。ああ、はい、突っ込んでないね、はい、彼女は最初はもうとにかくすごかったですからもうびっくりするぐらい、もう競馬場で多分誰も構えないですから、パドックで暴れまくるような馬みたいな感じだったですから極力そんな馬はレースには出ませんからね。そうギリギリとですね、そうちょっと大人しくなってきたからね、褒めてます、褒めてます、最高の褒め言葉です。はい、でも稲熊さんの頭の中でもやっぱりこう深く考えてたんですか、非常に複雑な考える力がなかったです。あ、そうそう何も、だ彼女はとにかく、何も考えずに速いスピードを速いスピードで振れば飛ぶっていう風な考えだったから、あ、一番冒頭の話ですね。そう、はい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 、そう、それよりももうちょっとこうなんていうかな、こういろんなことが分かってこれば、あとはもう気持ちよく振ってくださいよ、動いてください、気持ちよく振れじゃないね、気持ちよく動くっていう風に思ってもらえれば、あ、なるほど、ね、うん、ドライバーはもう絶対ボールでは動きませんから、もうこの状態がどこに動くかって言ったら、もうアイアンマン、そうこれに対してここじゃないですよね、ここですから、もうこれに対してここじゃないですか、ここですからね、ここに向かって動いてくるだけですね。ああ、目標設定が変わってきますね。 それをクラブヘッドを動かそうと思うと、ものすごく遠いところを動かすわけだから、うん、それはもう手のこう動きが分かってくるとちょっと楽になるんじゃないですかって、構えといてその状態から、はい、構えてそのまま
構えてる、そんだけですよね。ちょっと構えて、どこで、ね、ヘッドって、はい、円軌道って2つあって構えていただいて上げますよね。上げた時にこのヘッドが通ってくる円軌道ありますよね。これはあの平行スプリでいうヘッドの動きですよね、はい、もう1個ありますよね。手元のこの両手の持ったところの円運動の動きですよね、うん、で構えていただいて、はい、構えていただいて上げます、はい、上げます、はい、この円運動の動きがこれがどこに来るかですよね。これだけですよね。で彼女はおかしい時はもうここばっか気にしたんですよ。うん、でそういうところを今ちょっと変えていってるんですよ。でその時に高い手がいいのか低い手がいいのか、それいろいろありますから、その辺を見ながら、あとそれに対してクラブの調整、ロフトの調整って合わせていけば気持ちいいところが必ず見つかるはずだし。なるほど、はい、あ、その手の円運動の最後執着、そう、こう構えといて、こう構えといて、これに対してどうしても皆さんここってなるじゃないですか、はい、ここに対して、ここに対してこうですよね、この辺ですよね、はい、だったらこのままこうなんだけど、これに回転が入ってくるからこの辺、はいはい、で僕はもう最近ダメなのは手がここに来ないんですよ。全部下に来ますから。これはもう体が硬いからです。これ自分で分かってるんですよ。この状態からここに来なきゃいけないのが痛いから行かないんですよ。あ、なるほどね。だから全部うまくいかないんですよ。擦っちゃう。そこを直さなきゃいけないなと思ってるんだけど、うん、まあなかなか年もまあね、なかなかね、自分で分かってるんですよ、はい、体だけですからね、まあ、ね、体が痛いんですよそれを彼女たちに託してるんです。なるほどね、そういうことです。あんたに夢を稲沼連盟のやつで、はい、もうそろそろですか。もう一発打ってもらいましょうかね。はい、もう一発、あの手のこの円運動の位置ですね。そうはい、構えといて、はい、はい、あと7分ぐらい、はい、構えといて、はい、そのまま、はい、よいしょ、手の位置ですね。でその時に手の位置は気にするんだけど、実際問題は変ですが、手はここに来るんだけど、大事なのはちゃんと体を動かすってことですよ。体を動かしてくるってこと。どうした？飛ばないのは全然いいよ。もう一回、だって飛ばないのはそれ当たってないもん。ちょっと、まあまあ、これ全然いいよ。スイング見てるから、はい、全然構えといて、はい、構えた状態から皆さんクリップの位置見てるからしね、はい、よいしょ、はい、そうで、ずれますよね。でどうするかって言ったら、はい、構えていただいて、これ構えて、はい、ずれました、どうしましょう、はい、構えて、はい、これ水平素振りして、はい、構えといて、はい、手がそこ、はい、そこで、今度足違う、水平のまま足を、はい、今度そのまま思いっきり体使って、ほら、思いっきり、はい、で今度ドライバー持って、はい、ドライバー持ってちょっと水平して、はい、後ろ気をつけよ、短く持って、うん、そのまま、はい、そうで、その時今足使ってないやろ、足使う、はい、右足左足、はい、手は横にあった手がそこに来る、でアドレスする、アドレスしといて、そのイメージで、はい、構えといて、はい、そのまんま動いてる、こんな感じだね。これでヘッドがちゃんと動いてると思います。今ダフってないですね。ほら行きましたね、はい、ですよね。今リセットしただけですよね。体が動かずにおかしいなというとクラブだけ振りますんで、全体だから水平素振りぐらい一発ですよ。水平素振りこう振りますから、で動かしていいよってこんだけですから、こう動いてないですから、結局上だけ動かして下動かさなくなりますんで。あでも僕らもう一人でやってる時とか調子悪いなと思ったら、今みたいな段階踏んで、段階踏んでやっていくと分かるよ。手振って足入れて、最後はもう回転する。構えといたらどうするかって言ったら、もうこれやれば、稲村でもこれやれば一発。これがおかしい時はもうここが動かずにこれだけ振りますから、こうやって。分かりました。はい、そういう感じでやってもらえれば、まあ参考になると思いますし、でこの後ね、4時からでしたっけ、とりあえずね、今の、はい、ブースで、はい、なんか全日本の女子と大会ですよね、世界大会選手権の代表決定戦、まず1名だけ決まるんですよね。そうですね、女子の部の世界ドラゴンが今年初めて日本にやってまいります。日本にやってまいります。すごい、9月ですよ ね、このその日本の代表を選ぶべくの1名がこのブースで今日ですね決まるんです。その人はこの世界もう本当に写真もどこありましたけど、すごい女性たくさんいますよね、世界に。すごいすごいですよね。その彼女たちと戦う日本代表を
ここで1名選んじゃおうと、はい、でなので参加する選手がかなり真剣に来ますので、真剣なそのプロドラゴンの戦い、ぜひですねご覧いただきたいと思います。アナフさん、あの目から鱗になってしまってすぐに練習場行きたいなって、すぐに素振りしたいなと思う方たくさんいらっしゃると思います、うん、そんなあのティーチャーアンナフさんがいろんな人できますね。できます、できます、ね、だって種明かしだから、種明かしさえしてあげればもうあとはもう、あとは余分なことを付け足さないでください。あのみんなすぐできることに対していろんなこと付け足すんですよ。僕レッスンしたお客さんすぐ良くなりますよ。すぐ良くなって、で今度来たら新しいパーツが入ってるんですよね。そんなの、え、何ですかそのパーツって言ったら、どっか練習場行ったら誰かがこれはダメだからここをこうした方がいいんだよって言われたって言うから、そのパーツいらないしっていう。あ、なるほど。はい。ラジオ時間のラジオ飛ばしチャンネル、チャンネル登録、高評価、メルマーク通知もお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。最後最後。今のもレッスンも含めて本当にのためになるレッスンやってますんで、ぜひ見てもらいたいと思います、はい、以上こちら JPDF プログラムブースで安楽さんの飛ばしのワンポイントレッスンでした。皆さんありがとうございました。